この動画には、以下の要素が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は、タイヤにパンク予防剤を入れていきたいと思います。ビーバーシーランとは、チューブとチューブレスタイヤ用があるので、購入するときは注意してください。他のメーカーには、兼用もあります。500ml 入っていて、3mm までのものが刺さっても穴が塞がるようです。予防効果期間は2年となっています。予防剤の注入量は、タイヤ一つに、スクーターは150から200、中型バイクは180から220、大型バイクは200から250入れるようです。タイヤの虫ゴムを外す工具とチューブがついています。はじめに、タイヤのキャップを外して、工具を反時計回りに回せば、虫ゴムは外れます。容器のキャップを外して、チューブを取り付けます。チョコミントみたいな色をしていますね。美味しそう。液体が手についても、水で簡単に洗い流せます。それでは注入していきましょう。容器に目盛りがあるので、どのくらい入れたのか簡単にわかるのがいいですね。残ってももったいないので、半分ぐらい入れてみました。チューブを外して虫ゴムをつけて、タイヤを回転させ、パンク予防剤を行き渡らせます。次は、タイヤに空気を入れた後に、タイヤを回転させます。前輪も同じ要領で入れていきましょう。作業していたら、猫ちゃんがこちらを見ていました。かわいいですね。オイル交換の動画でも同じ猫が登場しましたよ。あれれ作業はどこからでしたっけ？いかがだったでしょうか？作業は10分ぐらいで終わって簡単でした。パンクのリスクが軽減されたと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケシェーン。